AM1008FM933 ABC ラジオがお送りしています。ラジオペ、こちら青山プレッタ広報部。皆さんこんばんは、 MC の戸出健太郎です。この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山プレッタの見どころを紹介しながら出演者とトークを繰り広げていくプログラムです。青山プレッタの新チームノーバのメンバーが青山プレッタ広報部として青ペを全世界に広めていくこの番組、さあ早速今夜の担当者をご紹介しましょう。こんばんは、能力未知数のど素人、宮島朝日役の永井亮輝です。そしてこんばんは、天然紳士なエリートバレエダンサー斉高役の中山優希です。よろしくお願いします。ちょっと待って、トネさん声大丈夫ですか？さしたいって言ってましたけど、いや久しぶりにね朝一からの収録なんで ね、 ねお聞きの方は知ってますけど、まだね喉がね、はい、みんな少しずつね起こしていきましょう、起こしていきたいなというところではありますが、いやでもまずは皆さん青山オペレッタザステージ全公演無事終了ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやそしてね、劇場まで足を運んでくださった皆様、そして配信でご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お待たせしました、はい、今回からですよ、はい、やっとですよ。そうです、ちょっと時空がね、はい、歪んでますけれども、確かにね、今回から、まあ、実は今回ね、もう公演直後の、はい、収録ということで、はい、まだね終わった時の興奮がね、まだ冷めやらぬ状態でお届けできると思いますので、はい、今回から1ヶ月はですね、舞台も終わり、ゴールデンウィークも終わり、青ペ的には一段落ということで、まあ、先月の舞台を中心にここまでの青ペを振り返っていきますが、はい、ね、本当にお疲れ様でございました。皆さんもお疲れ様です。はい、まあね、無事にね青山プレッタザステージ終わりまして、はい、まあ、率直な今の心境なんかをね聞いていければなと思いますけれども、はい、まず永井さんいかがですか？いや筋肉痛がちょっと遅れてやってきまして、公演中は全く体が、はい、なんかそういう筋肉痛だったりとか何かこう痛みとかなかったんですけど、うん、終わって帰ってきて寝て朝起きた瞬間から腹筋の痛みがとんでもなくあって、うん、それが3日4日続いたんですよ、うん、でこれ おかしいなと思って、うん、そんなに舞台上でも腹筋使ってないぞと思って考えてみたら、舞台の松沢館に同じ楽屋だった友常さんがひたすら腹筋ローラーをやってて、それを見て俺もやらせてくださいって言って、ちょっと友常さんのメニューをちょっと真似してやった結果がちゃんと腹筋に来てて、今遅れてやってきちゃって舞台関係ないじゃないですか。関係ないです。だから今とっても今お腹が痛い状態で喋ってます。すごいんですよ、もう起き上がることすらしんどいみたいな、はい、ちょっとやばいやばい、全然やばい立てないみたいなの今3日4日やっとちょっと落ち着いてきて、そんな本番前に体力を使うようなことをやってしまいましたね。よかったです、よかったです。とりあえずゆっくりと筋肉痛をほぐしつつ、ね、今、はい、ひとまず終わってゆっくりできてることにほっとしていますそういう意味では、はい、まさかの答えが出ましたけれども、すぎますね、すごいですね。じゃ中山さんはいかがですか、終わってみて。そうですね、はい、もうまさかの亮輝が終わってみての心境がその、ね、腹筋の内容だとは思わなかった腹筋が痛いっていうことで、じゃびっくりしましたけど、僕はそうですね、まあ、単純にそのやっていて本当に盛りだくさんで楽しい舞台だったなって終わってみて改めて思いましたし、うん、本当、まあ、舞台があり芝居がありで歌もダンスもあってで、うん、劇中劇もある作品って多分本当になかなかないと思うんですよね、うん、ここまでいろんで最後レビューがあってみんなで盛り上がったりとか、うんうんうん、なんかみん全員で作り上げたなっていう感じがすごいあって、で本当座長の亮輝筆頭になんかみんなでいろんなのを出し合っていろんな個性がある中でそれを一気に一つに集約したって感じが、なんかやっててもなんかあこういうことなんだなっていうのを実感しましたし、なんか、ね、これから自作自作ともしかしてどんどん続いていくこの作品だからこそなんかいい第一弾だったなって思いました。そうですね、もうじゃあめちゃくちゃいいコメント、もうちょっとじゃあなんすか終わってみて少し寂しかったりとか、そうですね、逆にほっとしていやいやよくやったぜ自分みたいな、うん、はい、で今回4日間の公演だったじゃないですか、でなんか最初はその初日でガーってやっててで2日目3日目って徐々になんか体も慣れてきてでみんながなんかすごいよしもっといっぱいできるやりたいねってぐらいの時に終わっちゃったじゃないですか、そうなのよ、そこがもどかしいですよねなんかね、そう
ちょっとこう舞台空間に慣れてきたぐらいで終わってしまったのは、おーとはなりますよね、やっぱりね。そうですね。トネさんでも、はい、あの舞台お久しぶりというか、久しぶりに舞台に立つっておっしゃってたじゃないですか。久しぶりの舞台どうでした？うん、めちゃくちゃ緊張した。もうね、もう緊張を超えるとこうなるのかっていうぐらい、もう何も他のことが考えられなくって。そうですよね。もうずっとね、もうセリフをね、もうブツ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 念仏のように唱えつつ、頭の中ではシーンをこうリピートしながら舞公演臨んでたんですけど、そんなトネさんよく見てましたもん、その舞台のね、あの休憩期間の時とかよく見てるから、ね、すごいな、トネさんクラスでもいやいやいや、こんなにやるんだ、俺たちもってやんないとな、いや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 、思いましたよ。いやいや、もうね、本当だから本当に皆さんにね助けていただいて、いやいや、もう心強かったし、だからもう終わってからね、なんかなんすかね、なんか体が勝手に宙に浮いていくような何かが取れてふわっと、地に足がついてないようなふわっとした感じに、ね、なってるんですよ。いや、なかなかないね、貴重な体験をしました。はい、まあ、ちょっとね、話したいのがいっぱいあるんですけれども、はい、ちょっとね、この後のね、本編の方でもまたお話できればなと思いますので、はい、まずはですね、ソウルから舞台の感想も、たくさんいただいておりますので、一部紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、まずは、こちらを紹介したいと思います。ラジオネームちゃんゆきさんからいただきました。ありがとうございます。旗揚げ公演お疲れ様でした。見に行くことができて本当に良かったです。たくさんお気に入りポイントがあったのですが、特に OC のを演じるサイさんがむちゃくちゃ素敵でした。ありがとうございます。あと、話が進むにつれてサイさんが心開いてるのが言い回しですごく伝わってきて、なんだかほっこりしました。歌唱シーンもたくさんあって、ダンスシーンもあって大満足です。今だから言える本番中のエピソードあれば暴露してください。10月の公演も楽しみにしてます、ということなんですけれども、はい、確かに暴露、あ、いや、でもそうですね、うんうん、まあでもさ、あの暴露の前にちょっと振り返りするのであれば、はい、めちゃくちゃ OC のかっこよかった。かっこよかった。びっくりした。はい、12年もう開いた瞬間にもう曲から入って、ね、魔王みたいでしたね。君臨してたみたいな感じだった。ドーンって感じの。そう、威厳というか存在感みたいなものが。めちゃくちゃ闇魔法使う感じだったっすもんね。僕感動したのは、もうマントの使い方というか、翻し方みたいなのがやっちゃってました。あれ壊さないと、あのダメージ入んないタイプのその歯衣的 な、ね、あれを壊してからじゃないと本体にダメージいかないタイプの、ちょっとね、戦うのめんどくさいタイプの魔王、ね、すっげー遠距離魔法とか使ってくるから、確かにすげーの魔法効きにくいし、ね、そう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 、魔法耐性も高いのよ。打撃とかしか効かないようなタイプ、やばいな、魔王惜しいの超強いな、ちょっと倒せないよ。でも確かにその話が包むにつれて、サイさんがね心開いてると、うん、あのあそこのシーン、僕もあの好きなんですよ、あの朝日って、あ、呼び方変える、あ、宮島くんから朝日に変わるとこですね、はい、あそこでなんかこうグッときました。もうこうあのシーン、はい、僕な、その朝日って言われるまでサイさんの顔を見ないようにしてて、その朝日って言われてパッて振り返ったら、振り返った僕の顔を見て、はい、ゆうきくんが笑うんですよ、うん、でそれを毎回ちょっと楽しみにしてて芝居のパワーにするために、そのニコって笑う感じがやっぱりサイさんの笑顔でもあるし、半年間一緒にやってきた、役者間の、役者と役者の間で作られた絆から生まれた笑顔でもあったりするんで、うん、なんかうわー、サイさんってゆうきくんってなりながら、はいって言って、いやでも逆に僕もそうなんですよね。あのシーンは結構その、まあ、朝日が結構なかなか人には言えなかったようなことを、僕に、僕っていうか、まあ、サイさんに、うん、初めて人に言ってくれるようなシーンではあったの で、うん、でそんな中、うん、その朝日って言った時に、うん、もう何とも言えない表情をしてこっちを見てくれるんですよ。なんかもう涙をこらえつつも、でもちょっと涙を流してる時もあったりとか、でもなんかその絶大な信頼をしてくれてるような顔をしてくれる時の顔を見ると、こっちまでやっぱ泣きそうになっちゃったりする時もたくさんあって、あ、でなんか、うわ、猟奇だからこそできるこの朝日なんだろうなって毎回噛み締めながらやってました。本当、あそこ見てても本当になんかそれが伝わってくるというか、
二人の、ね、信頼関係が出てたシーンだなと思いました。ありがとうございます。いいシーンいただきました。素晴らしいですね。いや今日はなんかすごいなんか話したいこといっぱいあると思いますので、ね、いや本当ですよ。ちょっとここでね、もっと聞きたいんですけれども、どんどんね行っちゃいたいと思います。はい、ということで今夜はまだまだ舞台の感想裏話などたくさんしていきますのでお楽しみに、はい、それでは今夜も二人で番組スタートの掛け声をお願いします。ではいきますよ。はい、ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部。改めましてこんばんは。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部 MC の刀根健太郎です。そして今夜の担当は、俺何の取り柄もないですけど歌を歌うのは大好きです。宮島朝日役の永井良樹です。未練とかは別に、やることはやったので日本に戻ってきただけです。斉高役の中山由紀です。イエーイ。ということで今夜は先月東京渋谷桜ホールで行われた舞台青山オペレッタザステージ大反省会。反省会ということで稽古から本番千秋楽までいろいろと振り返りつつ裏話やとっておきエピソードも満載でお送りしていきます。事前に公式ツイッターで募集した感想ツイートもご紹介していきますので、お二人ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや反省会まあ反省会と言いつつもね、まあまあ振り返り的なねみたいな、はい、怒られるかと思ったら何も何もなんか朝日みたいなのがなんか馴染んでるのとさこういうのをやるぞなんとかっていう癖ついてるなんかっていう癖ついてる、ね、なんか舞台の癖ついちゃってる、うん、反省会やるぞ反省会とかね朝日だったよ、朝日だったよね、ずっと朝日やってきてるからな、うんうんうん、素晴らしい、ね、いやそうなんですよ、はい、まあいろいろとね話していきたいことはあるんですけれども、はいはい、まあまずなんかズバリ点数をつけるなら何点とか書いてありますけれども、ありますか、ね、自分で自分に点数つけるってなかなかないですけどもね、まあ、もちろん僕はもう5頂点ぐらいつけたいなって感じがしたじゃないですけど、すごいですね、すごいじゃないですか、もうすごいですね、もう本当さっきも言いましたけども、もう本編にその劇中劇のジュニアがあって、うんうん、デビューもあって、で曲が全部で17、18、うん、もう盛りだくさんでダンスもあって、いやこんな作品見たことないと、うん、ないですね本当に、ね、僕はちょっと本当にオープニングの最後1分ちょっと踊っていただいたんですけど、もう皆さんはね振り付けもそうですし歌もそうですしセリフもと、なんかもう分量も熱量も全然違って、ね、でもなんかおのおのその大変な部分ってみんなあるじゃないですか、うんうん、逆に言ったら刀根さんは結構マキさんってすごい一人で説明をしたりとか、みんなをまとめたりしなきゃいけないが、逆にそういうところ僕らはまとめるとかそこまでないので、うん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 、なんかそこら辺は全然大変だなって、そうなの、もうよくぞ言ってくださいましたセリフを覚えて舞台に立つのがもうそもそも8年9年ぶりだったんですけど、はい、そうですよね、なんかこう会話してるとこって割と久しぶりでもなんかセリフが入りやすかったんですよ、うん、なんか相手のセリフを受けて、あ次自分こういうこと言うんだなって分かるんですけど、はい、もうね説明台詞ね自分が途中でから何言ってるか分かんないそうですよね、ジュニアのね説明だったりとか、本当に面白かった、面白かった、楽しかったもんな、そう登場人物のバイオラが惜しいのかって、でオリビアがね何が何かかっていう途中でなんかもう言い間違えないかどうか必死でねもうそれもそういうことかもうブツブツ念仏のようにね答えながらやってましたよ。でもさすがでした、さすがでした、点数か、はぁ、あ40点すごい、辛口、辛口ですね、これは僕個人の問題ですね、あら、その理由は何ですか、すごい真面目な話、まああんまりこういうお芝居のことを語るのは偉そうだなと思うので、うんうんうん、あれなんですけど、なんか割と今回は感覚的なところをすごく大事に、うんうん、したというか、うん、まあ、なんか頭で考えるよりも感じたままにみんなと一緒に楽しんでいければいいなっていうのがあって、ただそれが、ちょっと強すぎたなって思ってるんです。もっと、台本1からちゃんと見て、組み立てをした上で楽しむっていうところをなんか眠くなるような虹が流れてきた、びっくりした、
ムーディーだね。長いよっていう指示？違う違う。ちょっと長めだよっていう指示？いやでも戻った。戻る。でもなんかそういう意味で、普段の組み立てよりは、完成だったり感覚的なところを強くしたので、で実際舞台に立ってみるとみんなのモチベーションも上がるんで、あここはこういう方がいいなって気づくとこもたくさんあるんですよ。ただそこをうまくやもっと整理していけるタイミングがあったのかなって思って、そういう意味ではまだまだ多分もっともっと良くなっていく余地があったし、今後もこの作品が続いていく上で朝日だったりノーバの6人だったりそれ以外のみんなをよりよく見せられる朝日としての立ち方がもっとあったのかもなっていう意味で40点です。すごいなあ、ストイックですね。いやもう僕らはねもう本当に永井さん の, その現場での立ち振る舞いだったりとか、その気の配り方だったりのを目の当たりにしてるんで、もうまさに座長というのをふさわしいぐらいに細かいところまでちょっとちゃんと配慮してて、もう僕にもちゃんと声かけしてくれて、2日目はだれやすくなったりとかするんで、こうこうこうした方が気をつけた方がいいですよとか、なんかアドバイスしてくれる。俺が俺さんに言ってるみたいになってる。いや違う違う、そんな偉そうなことは言ってないですよ。なんか話の流れでこうですよね、怖いですよねぐらいですよ。なんかいやだね。そんなこともう本当に、ね、座長ってもう襲われるみたいな。いやいやいや、本当にね頼もしい存在でした。いやいや何をおっしゃいますやら、皆さんのおかげです。いやゆきくん、中山さんは、いやそうですね、この100点の料金の後ってすごい毎回思うんですけど、すぐ言うよね。そう、いや本当にプレッシャーなんだけど、僕は料金をいろいろ信頼してるので、的確なコメントとかもやっぱ多いし、あと、こうした方がいいだろうなっていう時にちゃんと行動に移してくれたり言葉にしてくれたりするタイプなので、本当まず座長が料金でよかった、今回の舞台で、良気で良かったなっていうのと、まあ、本当に朝日が良気で良かったなってすごい思って、ところどころずっと言ってくれるよね、多分この良気のまあ人柄だったりとか、この良気の性格だからこそこの朝日ができたんだろうなって思うし、で斎高雄自身基本やっぱ朝日としかいないんですよ、ベース、まあ、今回の話は特にで一番近くでやっぱ見てて、その朝日が成長していく姿を一番近くで見れたからこそ、なんかいろんな涼気と朝日がリンクする部分とかがたくさんあって、僕はそれをなんか間近で見れたのがすごい嬉しかったなって思って、嬉しい、なんか嬉しいし、すごい、なんか良かったな、ゆきくんがサイさんで良かったなとも思えた上で、果たしてこの舞台何点だったんだろうっていうのが頭の中ずっとなんかねあれっていう、そうですね、ちょっとぶしつけな質問でしたね、点数つけろなんて、そうですよね、普通に点数なんて数字で表すようなもんじゃないよと、そうよ、まあでも強いて言うなら80にします。やっぱね次回も10月もあるってことで、次回はより良くなるよっていう意味で、そうですね、はい、満点はつけずに伸びしろをね、はい、あるよって、いやなんかいいですね、このお二人、僕舞台見たアーカイブで見たんですけども、お二人こう並んでみるとなんか本当にもうカップルなのかなっていうこの信頼関係というかね、なんかこう信頼はしてますね、ほっこりするというか感じますね。いや本当に恥ずかしいやつ、ね、これご覧になった方もねきっとねいろんな思いでこのお二人の会話を聞いてると思うんですけれども、まあ、そうですよね、木金と、公演があって、はい、で土日は配信もあって、まあちょっと日曜日がね緊急事態宣言があって、そうですね、配信のみとなってしまったんですけれども、まあ実際どうですか、そのお客さんがいらっしゃる中とあと配信のみという形でやってきましたけれども、そうですね、なんて言えばいいんだろう、もちろんやっぱお客さんが入ってる方が、僕は、パワーが出て、もらえるパワーが目の前にあるっていうのが、強くて、割と僕はその本番入ってから変わるタイプでもあるので、お客さんのパワーとかで、自分が今までやんなかったことがスルスル出てきちゃうっていうタイプなので、配信この作品を配信でやるってどう
自分の心持ちをどうあるべきだろうっていうのを考えながらやってたんですけど、やっぱりその配信で見てる人がたくさんいて、コメントも来てて、カメラの向こうで楽しんでくれてる、レビューなんかで言ったらペンライトもきっと振ってくれてる、すごく応援してくれているっていう、なんかこう絵が届いてきたんですよ、なんかやりながら、なんかあ、明確にそこにいるわけじゃないけどいるように見えたので、僕はそのなんか心持ちはまるで変わらず、より強いパワーを持ってやれたので、あの配信は配信で面白かったかなと思います。なんか僕一個一個ね、なんかあの配信だからやってやろうって思ったやつが一個あって、あの僕がひたすらみんなのセリフを真似して一人芸のシーンがあるんですけど、ね、ありました、はい、あれを配信になった千秋楽の日だけあのカメラがまあいくつかあって、その時々で、まあ、僕を映してるカメラの、レンズの上に今映してるよって言った赤いランプがつくんですよね、カメラ、ね、はいはい、だから今まではカメラ意識せずやっててたんですけど、もう配信だからひたすら全部のカメラ見ながらやってやろうと思ったんですよ昼、うん、そしたら全然僕のこと抜いてくれなくなったそのシーン、あれダメなのかなと思って夜はやめたんですけど、なんか配信でずっとカメラ見ながら長ゼリフ喋ってるのこいつって、なんかちょっと楽しくなっちゃったんですけど、まあ多分ダメだったんでしょうね何かしらがちょっと自分のセリフ思い出しましたもん、なんか君はね目の前のカメラに向かって演技しているんだよっていうセリフもありましたけども、でもなんかやっぱ配信だからこそ楽しめるっていうものもマインドとして一つ持ってるべきだなと思って、はい、違ったね、形がありました、はい、中山さんはいかがでしたか。そうですね、まあ、やっぱ本当にお客様の力ってすごいなって、思いますし、一緒にやっぱ舞台って僕らだけじゃなくてスタッフさんもそうだし、そうですね、お客さんと一緒にやっぱ作ってるなっていうのは、配信だけの時とお客さん入れてる時もどっちもやらせていただいたからこそ思いましたね、でもなんか楽しみ方としてもし自分がリアルに行って感激してるとしたら、やっぱ自分の目でこのシーンを見、ここを見たりここを見たりってするけど、配信だとしたらやっぱカメラの意思で動くじゃないですか、だから今まで自分が見れてなかったとこ、例えばここはあの朝日をずっと見てたけど、たまたまカメラのスイッチングでじゃあマキさんを撮ってる時とかってやっぱあるじゃないですか、そこでなんか違った楽しみ方ができるから、なんかこういうのもすごい面白いなと思いました。そうですね、あ、もう素晴らしいです。そう、スイッチャーさんがまたお上手なんですよ、はい、アーカイブ見たんですけど、すごいですよね、あれ配信の前日にあの機材こう組まれて、そこで一回リハーサルしただけなのにもう翌日完璧に、いや、すごいですよね、あんなことできるんです ね、あの舞台からも僕ちょっと実は最後ね配信をいいことに、ジュニア客席の方からちょっと見てました、ね、覗いて見てたんですけれども、やっぱ配信で見ると表情をねしっかりアップで抜いてくれたりとか、見どころを抑えてくれたりとかするんで、非常にねあの面白く、また別の見方が、さっきおっしゃったように別の見方ができて面白かったですし、レビューの時に配信の日なんかみんな見に来てくれてたりしたじゃないですか、そうなんですよ、泣きそうになっちゃった、いや、わかる、めっちゃわかる、それその相良、まあ、めいちゃん役、めいのすけ役の大志くんが、はい、その僕らのレビューで出ていく前に、配信のみんなに対していっぱいスナックめいちゃん回転よっつっていろいろやって、ふざけたりとかしてちょっといいこと言って、ザ始まるわよみんな楽しんでってねって言ってはけていくじゃないですか、でもすぐ幕が上がるんですよ、で一瞬で客席が見えるんですけど、大志くんそのままはけたままペンライト持って、その急いだ足で客席ついてザーって言って真ん中パッて座ってペンライトこうやって振ってるんですよ、そうなんですよ、めちゃくちゃ愛あるなこの人と思って少しでも俺らが頑張れるように、そんな環境を作ってくれるめいちゃんの、そのめいちゃんでもありたいしくんの母性じゃないけど温かさみたいなものをすごく感じて、そうですね、感動しましたね、いや本当スタッフさんもめいちゃんもスタッフさんも一丸となって、だからね、土曜日まではお客さんが振ってたものを、スタッフさんとめいちゃんと、まあ、僕も実は隅っこの方にいたんですけど、なんかレビューの時とかジュニアとか、みんなで見て応援できたなっていうのもありますし、
いや本当に何だろう、一丸となっていろんな人たちが、こんなにたくさん人がいるのに、うん、みんなで同じ方向に向かって完成に向けて頑張ってるんだなっていうのは感じましたね。すごかったですね。あれ舞台裏でもみんな振ってたんですよ。いやそうらしいですね。そうなんですよ。らしいですね。そうなんですよ。嬉しいな。いやな、いや感慨深いですね。終わっちゃいましたけども、さ あということで、あ、これちょっと聞きたいことがあったんですけども、はい、舞台に臨む前に必ずされるルーティーンみたいなものって皆さんありますか？ルーティーンは劇場入ってさあ本番だっていう前に、まあ、筋トレしてる友常さんがいたりとかそうですね。あ、僕はなるべく朝現場着いたらそのままシャワーを浴びて、はい、でそのまま体を温めた状態で、朝の M 返しって呼ばれるその、うん、舞台上で歌ったり踊ったりする楽曲を朝一でみんなで確認する時間にそのまま入ってメイクしてっていう一連の流れはあって、まあ、シャワーは絶対浴びますね。で終わってからもシャワー浴びてメイク落としてから帰りたい。なるべく本番期間中はなんか家でお風呂入るよりも家は帰って寝る場所にしたくて、うんっていうのがルーティーンかもしれません。なるほどね。シャワーでちょっと体をこう温めることによってエンジンをかけていくってことなんですね。ですかね。はい。中山さんはルーティーンとかあります？僕そうですね、必ずやるのがその始まる直前に、はい、その今回だったら蔡高雄っていう役だから、あれ自分の中で蔡高雄になれ、俺ならできるって思うってか自分に言ってからです。へえ、自分を鼓舞するというか。そうですね、本番始まる前とか、まあ、一回はけて別のシーンがあってまた入る時があるじゃないですか、その入る時とか、はい、それをするタイプなんだ。なんか意外ちょっと意外かも。割となんだろうね、自分さらに集中させるためなのかもしれない。俺もするタイプだけど。あ、本当？僕は作品によってまあ言葉は変えるけど、うん、まあ、行ってらっしゃいなのか、うん、まあ、あとはもう好きに舞台上でやってっていう感じなのか、うん、一緒に頑張ろうねなのか、うん、朝日はどっちかというと一緒に頑張ろうねだったんですけど、うんうんうん、そのタイプするんだとか、だから OC の時とかは蔡高雄演じる OC のになるとか、なるとか、まあ、その時は僕も多少言葉は変わったりするんですけど、基本そういうベースで口には絶対出さなくて、うん、心の中で唱えるというか、メンタルを整えるじゃないですけど、なんかそういう心構えね。そうですね。とか、いや、二人ともだから舞台上での集中力というか役の入り込み方がやっぱすごくて、中山さんも立ち方とか姿勢とか歩き方、はい、一挙指の先まで完璧なんですよ。いやいや本当に僕の知り合いも実は見に来てくれたんですけども、はい、蔡高雄の人 の動き方というか顔の向きとか表情とか完璧だったみたいなことなので。ありがとうございます。うちのお母さんに、はい、もう配信見たんですよ、はい、配信見て一言返ってきたのが、青い子大きいなそうね、何やそれと思って、何やその感想って、確かに何か他あったやろと思いながら、やっぱり舞台映えがすごいんですよね、うんうんうん、手足の長さだったり、やっぱり目を引くものがあるんだな、やっぱこの人と思いますよね。でもなんか立ち方とかはめちゃめちゃ意識してて、はい、やっぱりそうなんですね。まあ、その、まあ、役的にもそのバレエをめちゃめちゃやってる人っていうのもあって、基本足は揃えて、なんていうんですか、例えば1番の体勢、2番の体勢、バレエの1番の体勢とか、もう今両家言ったようにそういうのを立ってる時はずっとしてて、そうだったんすね、それが美しさの秘訣。おー、割と意識してずっとやってました。ちょっと今なんか大事なこと聞けた1番2番ね、すごいな。覚えよう。俺さん目の前に iPad あるのに iPad にはメモしないんだいいのよ。そういうわけじゃない、そういうわけじゃないですでもね、僕ね、永江さんにもね、一つね、僕感動したこと言いたくって。いや大丈夫ですよ。いやいやいや、やめときましょう。配信のアーカイブ見た時に、はい、朝日つってお母さんつって起きるとこあるじゃないですか、はい、あそこ泣いてましたよね。
あ、泣いてたと思います。涙流してましたよね。あんま覚えてないですけど、稽古場でも劇場入ってからもずっと気づかなくて配信で顔寄った時に、わ、本当に涙流して泣いてると思って ありがとうございます。いやもうすげーと思って覚えてない。だからもうそれぐらいもう入り込んでるんですよね。なんかそこはそうですね、うんうんうん、なんでしょうね、なんかそうですね、確かに、うん、気持ちの切り替えというかスイッチングがもうものの見事にこう切り替えられてるというか、すごいなんか役者魂みたいなものを思い出させていただきました。ありがとうございます。いやすげえよ本当恥ずかしい。いやもう本当だから僕はもうずっとこう声優でやってきて、でこう舞台の、はい、舞台に慣れてない状態でこう普段いろいろやってらっしゃる皆さんを目の当たりして、すげえここに来たかったこれ、もう宮島朝日キングだとんでもないとこに来ちゃったよっつって。いやでもトネさんもやっぱすごかったですよ。すごかった、トネさんもすごく、いやそのトネさんずっと舞台入られる前に、うん、その ずっと声優をやっているから、うん、舞台でのそのお芝居の仕方とかっていうのがわからないんだよねみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うんうん、言ってた。でもいざ稽古始まったらちゃんと舞台俳優の間の取り方とかセリフ回しのスピード感とかを、うん、もう完全に多分用意した状態で来られてて、いや多分すごい研究なさってるだろうし、元々のねその経験も相まってできるものだと思うので、うん、まあ多分トネさんの耳の良さも結構あると思うんですけど、うわートネさんそこまで仕上げてこれるんだと思って、これね実は皆さんを見て、だから稽古中自分の出番じゃない時皆さんの芝居とかこう空気感とか見て、なるほど こんな感じなのねこんな感じなのねっていうのをちょっとトレースさせていただいたところが、それをすぐできるのがじゃあなおすごいと思ってあったので、いやすごかったですね。ちょっとねもうちょっと僕の話になってもう、いやもうみんなで話していきましょう、ね、ちょっと一旦ここでね、はい、区切らせていただいて、ここで一曲、聴いていただきましょう、はい、では曲紹介は、朝日くんさいくんで一緒にお願いします。はい、それでは聴いてください。せーの、花の名も知らずに。痛みを傷だけが知ってる、わずかな気持ちさえ狂うように動き出す。ずっと隣にあると信じてたもの、握った綱のよう指の間すり抜けて、お前だけがくれてた花の名前も知らず、不意に訪れた終焉、残酷にたらもう二度と時は取り戻せない。ABC ラジオラジオペ、こちら青山プレッタ広報部エンディングです。イエーイ。さあ中山さんいかがだったでしょうか。いやでも本当に楽しいですね。やっぱこのメンバーいいなと思います。あのノーバーも みんな好きですし、ノーバー以外のメンバーももちろん好きですし、なんか帰ってきた感じがしましたこのラジオに来て。ね、うん、ホーム化がね、わ、うん、かります、はい、ありがとうございます。さあそして永井さんいかがだったでしょうか。いや話足りないですね、うん、なんかもっともっと話したいこといっぱいあったし、うんうんうん、ただやっぱ舞台終わってここに帰ってきて、あのこの定期的に会える距離感というか、うん、なんかっていいなと思って、ね、なんかお互いの今を共有しながら、うんうんうん、おのおのがおのおので頑張って、うん、でノーバに帰ってきて、うん、
青山オペレッタとして舞台に立つってすごく面白いグループ活動してるみたいでなんかちょっと楽しいんですよね。わかります。嬉しいです、うん、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとですね、本編に入りきれなかったツイッター等々の紹介はですね、そうでした、YouTube 動画のおまけの方で、はい、紹介させていただきたいと思いますので、喋りすぎてしまいました、はい、ぜひそちらの方もご覧ください。はい、さあここで、それぞれのキャラクターでお知らせをしていただきます。まずは永井くん、朝日の声でお願いします。はい、第2部主題歌花の名も知らずにを収録した5月26日発売のチームソング&ドラマボリューム3、新曲のチームソングが入った6月30日発売のボリューム4は店舗特典付きでアニメイト、アマゾン、アニミューモ、ストレ、ステラワースなどにて予約受付中。初回限定版特典としてボリューム3にはオンラインイベント抽選申し込み券、ボリューム4には10月の青山オペレッタザステージ第2弾の最速先行抽選申し込み券がついてきます。詳しくは公式ツイッターまたはホームページをご確認ください。はい、そしてここからは中山さんがサイくんの声で告知してくれます。この番組終了後動画付きアーカイブも更新されますのでこちらもチェックしてください。そして皆様からのメールもお待ちしています。普通オタ、番組への感想、ノーバメンバーへの質問や相談、メッセージなど何でも OK。 宛先は ao@abc1008.com ao@abc1008.com までたくさんのメールお待ちしています。うん、はい、それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は利根健太郎と永井良希と中山優希でした。バイバイ。YouTube おまけコーナー、イエイイエイイエイ。いやーね、もう止まらなくなっちゃったんでね、はい、ちょっと出ちゃいましたもんね。せっかくいただいてますので、はい、いろんな感想いただいてますんでね、はい、一つ紹介したいと思います。はい、Twitter アカウント名キマさんからでございます。ありがとうございます。昨日おとといと青山オペレッタの舞台を見てきた。作品のストーリーも知らず女装の涼希くんが気になって見に行ったんだけど、めちゃくちゃ面白くてめちゃくちゃ好きになった。みんなに見てほしい。ありがとう。涼希くんの2部の演じ分けと歌は本当にすごいと。いや、すごい、本当すごい、すごい、本当に。いやだってな、何役みたいなね。本当そうですよ。もうこれはキマさんじゃなくて中さんも思いますから。中さん、中さん、もうもじゃさんも、もうご自身のこと中さん、もじゃさんって呼んでるタイプですか。やめた方がいいです。いやだからそうですよ、もう本当にバイオラと、セバスチャン、セバスチャンとあとシザーリオですかね。そう、シザーリオにもなって、いやー楽しかったですね。楽しかった、楽しかったですね。なんか自分の中でこうスイッチングがいっぱいあって、うんうんうん、なんかこう袖で、舞台袖でその今回いろいろ切り替えが大変だからって言って僕の小道具をいろいろ持ってきてくれる演出部さんがいらっしゃって、人が、はい、じゃあ次セバスチャンです、バイオラですって言いながら小道具を渡してくれるのが僕のスイッチングになってたんですよ。あきっかけになってて、ね、そう、なんかそれを自分の中で自分のパワーじゃなくて他人の何か行動一つで切り替わっているこの感じが楽しくて、うんうんうん、あ、面白いなと思いながらやってましたね。いや、働いてすごいですよね。いやバイオラが断層して使える時、だからバイオラとバイオラが断層してる時の声も違うし、そしだりの声も違うし、セバスチャンの声も違うしで、はい、完璧になんかこう使い分けてるなっていう。いや、すごいですよ。難しかったですね。で、僕になったレビューの時はあの、はい、女性の格好で、だから朝日のカーテンコールとかの時もちょっとそれ意識されてませんでした。そうですね、ある程度は女性の、まあ、ドレスを着た女性の挨拶の仕方のイメージというか、はやっぱ大事にしつつ、でもなんか嬉しかったんですよね僕。ジュニアのカーテンコールとレビューの、はい、全体のカーテンコールが、なんか僕らはもう何度も舞台に立ったり声優として何度も本番を迎えられて、イベントをやったりして人前に立つ経験をしてるじゃないですか、うんうんうん、ただ朝日ってあれが初めてなんですよ。そうだね、確かに。で
ずっと役で立ってきて、バイオラだったりセバスチャンだったりで立ってきて、最後カーテンコールになって、ちょっと自分の素が、朝日としての素が見える時に、そのドキドキしてたんです。なんか、あの、受け入れられていたのであろうかとか、楽しんでもらえたんだろうかってなった時に、自分が頭を下げる瞬間でちょっと拍手が強くなったんですよ。それになんかもう嬉しくなっちゃって、泣きそうになっちゃって、なんか朝日としてもよかった、認められたんだ、ここに自分の居場所がちゃんとあるんだって思えたし、長井良樹としてもよかったね、朝日頑張ったねっても思えたし、あの瞬間がすごく好きで、本当にすごかったですよ。もう本当だから、その感もう同じ気持ちですし、いや本当にその話の後になんですけども、あのもう一個すごい演じ分けがあったじゃないですか。打足のシーンですか。もう打足って自分で言うから、ね、打足のシーン、あのよこの舞台の上積みの部分ですね。メンバー全員のモノマネをしていくシーンですよ。いやでもすごいです。あそこすごかったですよね。僕はもうね、最前列で見てました。楽しそうに見てんのよ、はい、毎回いろんな演じ分けしてるのに、サインが出てきて滑舌が良くなったね。そこかいって突っ込むとこそこかい、他全く触れないですからね。君がそれをやってることに対してっていうのがないんですよ、ね、ないですね。ただあそこの演じ分けが、あの回を追うごとにどんどんクオリティ上がってましたよ。いやいやいや、すごいです。ただ自分が楽しくある時間でしたね。加賀美さんのクオリティとかむちゃくちゃ上がってました。いやいやいや、自分でもなんですけど、マキのモノマネもどんどん上手くなってて。本当ですか。でも最後に落ちとして桜井の上のモノマネ、ノエさん難しいんですよ、なんか。そうそう、でもね、力抜けすぎなの。オペラオペラオペラ、あの人あんまオペラって言ったことないのよ。自分からは朝日がノエさんに対するイメージが悪すぎるんですよ。これはダメ、俺がダメなとこ、俺の悪いとこ出ちゃう。ただあの舞台袖でずっとこう座ってる大隅さんが、あそこだけもう立ち上がって手叩いてキラキラ最高最高っつって、なんかそうやって言ってくれるなら嬉しい。難しいんだよな、みんな。いやー本当に面白い。そうそうね、最前線でよくあそこ笑わずに立ってられますよね。いやもう我慢ですよね、あれは。なんかもう面白いというよりも、すごいっていうマインドに自分で切り替えてました。じゃないと俺もうこれ笑っちゃうわと思って。ブラボーの方で、はい、なんか いろいろ考えてたんですよ、はい、サイさん巻き込んでやろうかなとかも思ってたんですけど。危ない。とかあとその 日によって、ええ、あそこの、まあ、その前のみん本当に説明するシーンあるじゃないですか、うん、ええ、あそこでなんか今日はちょっとあのアニメのキャラクターみたいにやってくださいみたいな無茶ぶりの人とかもあったじゃないですか、はいはいはい、だから誰かに無茶ぶりをしたならば最終的に自分にその無茶ぶりが返ってこなければならないって思ってるタイプなので、やろうかなとか思ってたんですよ。僕は全部のキャラやろうかなとか、ただ心折れちゃって俺できないなと思ってやめて、でいろいろ考えたんですけど、まあ、例えばもう全部ノエさんでやってみようかなって思ったんですけど、もうなんかだってよりは朝日として純粋に滑舌練習を極めてみようと思っていろいろ頑張ってました。一回言ってました俺、自分に返ってくる、自分に返ってくるんですよ全部って。てか自分に返さないと納得しないでしょみんなが。すごいちゃんとしてる。いやと思うのでね、いや本当にご飯もやばい、もうこれ多分2時間3時間スペシャルだと多分尺足りなくなってくるんですけど、ずっと喋れますね。ではちょっとこれはまたね、次回以降にね、はい、撮っておきましょう、はい、ということで、以上 YouTube おまけコーナーでした。次回も聞いてね。えっ